どうも、チューバーチャンネル TV、神庵です。今回も、無双オロチ2アルティメットゲームプレイやっていきたいと思います。さあ、まずはこちら。後陣に進んでいきましょう。さあ、戦場選択、上田城の戦い、やっていきましょう。陥落の過去を変えるため、芝生は時を渡った。目指すのは上田城、行者討伐軍の拠点の一つである。そこは芝生に縁深い王元気が守っていた場所だ。当時芝生は、諸葛さんや島佐古、長領と共に、各地で妖魔軍と戦っていた。そこで上田城と小田原城双方の危機を耳にしたのである。彼らは軍を二分、芝生は小田原城へ、諸葛さんらは上田城へ向かった。結果上田城は陥落、小田原城の救援も失敗したのだった。同じ過ちは繰り返さない。大切なものを取り戻すため、芝生は固く決意していた。頼む、諸葛太、俺を信じてくれ。芝生殿、いきなり何を言い出すかと思えば、いよいよ見てきたと。未曾有の危機にあって、そのようなざれ言を体内にしていただきたい。頼む、俺も上田城に連れて行ってくれ。ここで頭を下げるかね。これあらがち冗談でも、いつもの芝生さんなら面倒くせえで言うところだ。言い争う間にも時が失われる。皆で上田城を救援すればよかろう。ああすまない、急ごう。さあ戦闘開始。もうやってやるぞ。さあ、王元気と合流せよ。きっとないと、トータツ様に献上するのか。なんと立派な城なのだ。炎章様の新たな心にふさわしい。メガもらえます。俺は諸葛さんと田元を分かっちまう。俺の中身を参加せず、小田原城けど小田原城の救援には上田城が落ちてまるけた。さあ芝生の無双発動。さあ続いて甲冑に変わっております。さあ甲冑の無双発動。さあ合体武装やっていきましょう。さあ敵を巻き込んで大きなダメージを与えていきます。
礼はいらん。元気無事だったか。師匠が心配されるので、私もまだまだね。かわいげがねえな。血は喧嘩は戦の後で。大元気と合流に成功いたしました。さあ、トウタクがやってきました。さあ、続いて炎章が到着でございます。そして核の無双発動。さあ、合体武装発動でございます。ビジョンはどこじゃ。
だでするぞ。さすがですよ。守衛の士気も高まりましょう。さすがですよ。守衛の士気も高まりましょう。でも生きれるかな。勝利でございます。四条殿は未来からやってきた。まだそのようなざれ事をあなたからも言っていただきたい。信じる。おいおい、信じるのか。こんな突拍子もない話を。侮らないで。冗談を言っていないことくらい分かる。話はまとまったか。いずれにしても救われた命だ。これからはお前たちと共にいる。長領が仲間に加わりました。太子寺が仲間に、黄元気が仲間に、諸葛丹が仲間に、島左近が仲間に加わりました。さあ武器獲得、そしてヒギカードも獲得でございます。さあ新しい戦場を選択できるようになりました。上田城と道庫は確保できたけど、小田原城はまだがっちり包囲されてるね。もう少し騒いで見せる必要があるかな。なら俺たちは樹春へ軍を進めるか。我らは長篠に進もう。そうしてもらえるとありがたいな。その隙に俺が小田原城を取ってみせるよ。じゃよろしく。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミオンでした。バイバイ。